リチャード、リック・マッカラムは、ドイツ出身で、アメリカ合衆国で活動する、映画プロデューサーである。ジョージ・ルーカスと共に、インディ・ジョーンズ、若き日の大冒険や、スター・ウォーズ新三部作を制作したことで知られる。バーデンビュルテンベルク州ハイデルベルクで生まれる、コロンビア大学を卒業した。大学卒業後は主に、イギリスで、プロデューサーとして活動し、ハーバートロス監督の、 ペニーズ・フロム・ヘイブン、ギャビン・ミラー監督のドリーム・チャイルド、ニコラス・ローグ監督のトラック29、デビッド・ヘアー監督のストラップレスなどを制作した。1990年代からはジョージ・ルーカス特務用になり、テレビシリーズ、インディ・ジョーンズ、若き日の大冒険を制作した。さらに、スター・ウォーズ9三部作特別編、新三部作でもプロデューサーを務めた。 2012年公開のルーカス製作葬式の第二次世界大戦映画レッドテールズでも引き続いてプロデューサーを務めている。ありがとうございます。